はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。理恵様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。3月20日日曜日、14時から16時、池袋西口で、救う会署名活動を行います。お手伝いくださる方、大募集であります。3月27日、13時30分、東池袋中央公園集合、旧巣鴨プリズンです。NHK スクランブルでもよかったらご参加ください。去年の6月20日に行ったですね、NHK ネット聴取許さないデモの動画をですね、つべの方に再掲載いたしました。つべのあの審査に引っかかっておりまして、引っ込めておったんですけれども、この度めでたく合格いたしまして、再アップロードいたしました。参加された方は特に、見て、もらってご自分のあの姿どこにいるかな、探すのもいいかと思います。次のスクランブルデモもですねこんな感じになる予定であります。年金受給者に5000円支給、茂木自民党会長、石井公明党幹事長が岸田総理に要望書を提出、コロナやらウクライナやらで物価が高騰しているので、受給額を5000円上げるとかでなくて1回だけの臨時お小遣いを想定しているらしいであります。補正予算が余ってっからみたいな感じでですね、全部で1200億円ぐらいの予定になるみたい。バカ総理しっかりと受け止め検討したいとか、またあの検討言ってますけど、自公両党の総意とすればですね、これは実現しそうだな。まああのあれなんだろうね、幹事長に両方の幹事長に出させたってことはまあやりますよ、自民党公明党全員賛成してますよっていうポーズでしょうか。普段のバカ総理のですね、あの検討するはやらないっていう意味ですけど、しっかりと受け止めてがついた場合はやるって意味になるみたいだな。賢い人はあの難しいことを分かりやすく説明するんですけど、バカの言うことは分かりにくいな。ネットの反応です。なんで高齢者だけ、そうなんだよね。あのばらまきは補助金はもらえない人は不満、不公平だなって思うから良くないんですよ。補助金は年金は所得が安定してるだろう。なんで5000なのか根拠が知りたい。これは補正予算余ってっから、余ってる分、頭数で割ったやつっていうことなんじゃないかなって思いますけれども、事務手数料の方がかかりそう。物価高騰対策って言うんなら全員に配るよ。全くだ。その通りだ。不公平なんですよね。補助金、一部に補助金って、まあ全員に配るとか言うんでない限りね。参院選対策やろう。お前らと違って高齢者は選挙に行くから、まあ票目当てですよね。夏にあの参院選あっからね、6月ですから、まああと3ヶ月に迫ってまいりました。若者も選挙に行けってこっちゃな。若者の投票率高ければ若者も大事にされるんですよ。これね、最大多数の最大幸福っちったってさ、それがまあ民主主義の根幹となってんですけど、選挙に行かないってことは最大多数に参加しないってことだもんね。外国人留学生にはですね、年間380万円支給してんのに1回だけ5000円ってバカにしてるよね、これね。何回配れんだ5000円をさ、760回できるよね、これね。760回っつったら50年以上、50ヶ月以上か。いや違うな、60ヶ月以上5000円上乗せして配れるよね。まああのもらえない世代にはですね、これも不公平なんですけどね、年金受給者は約3割にもなっている。うっそマジですか。3割、日本人の3割が
年金もらってる。65歳以上。うっそ。これは経済停滞するわけだよな。なぜなら、私も含めて、年取ってくると、欲しいものがなくなる。買いたいものがなくなるから。投票率は、まあ、7、8割。です。65歳以上のね、真面目に選挙に行くそうでもあります。若者は、ないがしろにされたくなかったら、選挙に行ってね、地元の議員にアクセスしてですね、応援する、まあ、ポスター貼りに参加する、票の取りまとめをする、とかするといいですよ。私、なんとかの会っていうところで、あなたのことを投票してもらえるように、言っていきます、とかですね、票の取りまとめなんかするとですね、政治に関わることがなんか気恥ずかしいってテレビに洗脳されてませんか？若い人、投票行くなんてバカらしいって思わされていませんでしょうか？それテレビの洗脳ですからね。政治なんか誰がやっても同じなんて、しつこくしつこく洗脳しちゃいましたけれども、されてますけれども、それが間違いであることは、鳩山由紀夫総理大臣、菅直人総理大臣、野田佳彦、こいつね、消費税 5% から 10% に倍増させた張本人ですからね、野田佳彦ね。S 級売国度つってもいいんですけど、これは投票率が上がっちゃうと、組織票が薄まってですね、困る層の企みですね。選挙なんか誰がやっても、一生っつって何も考えてない人を投票に行かせないっていう洗脳。若い人が見向きもせずに、高齢者がメインの洗脳対象になっちゃってるテレビはですね、ますます激しくこれやるんじゃないかと予想いたします。若い人を洗脳できないもんだから、で、テレビが望む党に投票させらんないじゃん。見てもらえないんだからさ。したら、もう若い人には選挙に行ってほしくねえわ。高齢者はテレビ見てくれるから洗脳効くよな。若者はどうしても投票してほしくないっつってですね、政治なんて誰がやっても同じっていう洗脳、ますます激しくすんじゃないかっていう予想しております。約3割に1回だけだけど5000円のお小遣いっていうのはですね、これは自民にしては、広く薄い恩恵の方ですね。多分高齢信者が多い公明党の都合、公明党の意見が通ってんだと思いますけれども、まあ自民の方もですね、それいいねって賛成したんだと思いますけれども、飲食店の休業協力金とか、観光の GoTo とか、あとガソリンの小売店に補助金とか、自民っていうか岸田が好きなのはですね、狭く厚い補助金であります。なぜならですね、狭く厚い補助金が不公平だ。もらえない人にとっては不公平だっていう声がたびたび上がるのに、やまない理由、いつまでもやってる理由、で、岸田が大好きな理由は官僚側の都合なんですけど、額や対象範囲を決める権力が発生する、特に財務省に、業界と癒着できる天下り団体を作りやすくなる、議員側の都合、そっちの方が恩に来て票になる、広く薄くだと分かりづらい、狭く厚くだとですね、なんとか先生のおかげで、恩に来てくれて票になる、官僚任せにできて楽、何をですね、昭和の政治やってんだかね、岸田体制で間違いなくですね、30年前の宮沢内閣以前の政治に戻っちゃったなーっていう感じになります。めんどくさいんでね、言われるがままに、中国と韓国に謝っちゃったこのバカですね。今後は中国韓国近隣諸国に配慮するなんつって近隣諸国条項なんて作っちゃってね、このバカは。こいつのとどめがですね、河野団は出さした、天皇陛下を中国に訪問させちゃった、天安門事件起こしまして、中国が世界中から総スカン制裁食らってった時に天皇陛下
を、訪中させてですね、救っちゃったっていうね。岸田の妹の旦那がですね、元財務官僚、今は法律事務所で弁護士やってるそうであります。なので岸田もですね、減税の下の字もないと。減税してですね、広く薄く恩恵施すよりも、経済を活性化させるよりも、狭く厚い補助金、ばらまき、不公平だなんだと言われようとも、そっちの方が楽だから、何も考えなくていいから、財務省が目指すのは 100% 納税、100% 配給の北朝鮮であります。で、配給をですね、いろいろ差配して、絶大な権力握りたいっていうのが、財務省の官僚どもの考えね。ばっかだなぁ。お前らの子孫も苦しむんだぞ。財務省官僚、一生懸命、増税、邁進してっけど、お前らの孫もその増税に苦しむんだわな。東大出ててもバカはバカと、いう感じありますけれども、3月14日予算委員会で岸田、消費税減税は考えていない。きっぱりと答弁してました。そのすぐ前にですね、物価高騰対策としてあらゆる選択肢を排除することなく考えるって言ったばっかなのに、消費税については考えない、って言っちゃうとこがバカなんだよね。この矛盾ね、気づいてないとしたら相当なバカなんですけど、まあ岸田さん、はっきり言ってバカです。本当に頭が悪い、地頭が悪いとしか言いようがない。こんなやつ翌議員になるとな、親父が衆議院議員だからつったって、こんなバカ息子を無理やり議員にしなくてもいいじゃんね、後援会の人らはね。いつもですね、検討するでごまかして逃げてる岸田がですね、減税だけはきっちりきっぱり即答で否定と、考えてない証拠ですね。参院選でですね、適度に負けさせて岸田を取り替えないとまずいです。非常にまずいです。高市さんの方がいいですよね。よく分かってて頭のいい高市さんの方がいいですよね、皆さんね。岸田ダメですよね。東京の方はですね、私に投票という選択肢もありますので、私は参院選の東京選挙区に立候補する予定ですんで、東京の方は私に投票するっていう選択肢もあります。自民党じゃなくてね、まあ、適度に曲げさせて岸田を取り替えるためには、私に投票するという選択肢もあるなあるんだなこれな。3月15日政府、半導体や通信機器など先端技術300品目のロシアへの輸出を原則禁止すると発表。なんかよくやってるように見えますけど、ルーブルと円のね、決済、交換が、両替ができなくなってんだから、民間企業は特にロシアに売るのやめてますよ。それどころか支店もね、畳んで引き上げて、工場なんかもね、なんもしてないけど、手柄にできそう。どっかの官僚か、議員の誰かが見つけたんでしょうね。で、ドヤ顔で発表してる。なんもしてらんだら、なんもしとらんだろ、民間企業もう売ってないっすよって指摘するのは本来メディアの仕事なんですけどね。日本のメディアは不可逆的に劣化してんで気がつかないだろうな。脳みそがね。視聴率だだ下がりでですね、若者が見てくんないわけだよ。どんどん劣化しやがってさ、不可逆的にね。マスコミは権力を監視する権力があるって言いますけど、その能力が長録でない、無能、ダメだと権力も影響力も落ちますわな。ウクライナのゼレンスキー大統領、日本の国会でリモート演説したいと要望を出しておったそうであります。日本政府、前例のないことなんで、拒否、慎重に検討するなんて言ってましたけど、拒否すると思われます。ネットの話、やったれ、イギリスでやってんだから日本が断ったらカゴつかんぞ。北方領土のこと言いそうだな。平和ボケしてるやつに熱く語ってやれ。議員はみんな寝てるからやるだけ無駄ですよ。岸田が、日本は
ウクライナと共にあるって言っとったやん。バカがしゃしゃり出てきて降伏しろとか偉そうに発言しちゃうぞ。演説中に令和が暴れてカオスに、という意見ありました。岸田にしてみればめんどくせえな。この人何もやりたくない人ですもんね。もともとあの参院選前は何もかも先送りしてですね、入管法の改正であるとか大事なとこ、問題を起こさない計画だったが、プーチンがあの土地狂ってウクライナ侵略始めちゃったんで、こんなことになっております。岸田のですね、あの何もしねえで先送り、参院選前は息を潜めてじっとしてるっていう計画が狂ってしまいました。国会であの北方領土のことを言われてですね、寝たこを起こされても面倒だし、日本とロシアは隣国だぞ、隣なんだぞって言われてですね、そうだなって思い出させるのも面倒だし、敗北主義者の維新と立憲と共産と令和が発狂すんのも面倒だし、テレビも発狂すんのも面倒だし、自国民の保護を名目に攻めてきたことを言われてですね、民団が迫害されてるって言いつつ韓国軍が攻めてくかもしんねえなとか、ソ連が迫害されてるって言いつつ北朝鮮にミサイル撃たれっかもしんねえなと世論が喚起されても面倒だしね。岸田だが断るっちって断ることは確信しております。この人はできれば何もしたくない人だしね。前例がないとか言ってましたけど、この21世紀にですね、ロシアがウクライナを攻めたことだって前例がないんだから、その言い訳通用しねえなって思うのは私だけでしょうか。今からですね、どうせ逃げんでしょ岸田はって言っておこうかな。どうせ逃げんでしょ、何もかもから。減税だけは逃げ、減税からは大急ぎで逃げて、増税からだけは逃げないんでしょ。今から言っておこうかなと思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。